ちごさげです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。先日もあげたんですけど、熊野古道の、アメリカ人の旅行者の方ですね、60歳の女性なんですけど、まだね、行方がわからない状態になっていて、姪御さんもですね、本当に、安否確認ということで、すごくね、現地の方っていうかアメリカの方で、ボランティアとか、あと捜索ねをする方々をこう集めてらっしゃいます。でやっぱり現地に慣れてない方が来てもわからないことって多いと思うんです。で私も思うんですけども、今先日の動画の概要欄にその資金とかを援助するっていう風なのをクラウドファンディングされてるので、そちらの方を私も貼らせていただいたんですけれども、そちら協力していただけたりとか、また熊野古道にとても詳しい方、現地の方とか、またよく行かれていらっしゃる方、またそういうね、熊野古道をよくねトレイルされていらっしゃる方、そういうふうな方々が、できればこう支援していただけたらと思っています。ちょっとね日光で行方不明になったフランス人の方とすごくちょっと似てるところもあるので、気になっているところもあるんですけれども、彼女ね、もし、いや、水、食べ物とかチョコレートとかも持ってらっしゃると思うんですけど、水がね、あれば、怪我をしたりとかした時に、大丈夫かなっていうところが心配になっています。ちょっとできるだけね、その辺もね、やっていただけたらと思います。で今回のことがですね、この間の動画で、ちょっとナイフみたいなのがね出てきたりとかしてたので、ちょっとやだな、怪我してる様子とかも出たりとか、怖いなと思ったんですけど、事故なのか事件なのかっていうところで、なんかバランスを崩したとかいうのもあったし、あとね、熊野古道の、そのトレイルの詳しい動画があったので、そちらの方も概要欄に貼っときます。よかったらそちら見ていただけたらと思います。ちょっとそのこれがね、なんかちょっと拒むっていうんですよ。なんかちょっと自分がね、なんか問題を拒み、それができなかったと思えば自ら危うい状況を招きかねませんって。だからとにかく慣れてたんだよ、彼女は慣れてると思ってたから、それがちょっとあだとなってしまった。耳を塞いで現実を拒むのはやめてくださいっていうことなんですよね。あと6番、無邪気になってみるということなんですけど、ちょっと信頼の、ちょっと不安要素が表面にあります。信頼できる人に頼ってみましょうっていうところなんです。本当にやっぱりこう信頼できる人ね、やっぱりこうね、
スーパーボランティアさんとかもいたわけで、なんかね、こうやっぱりコツっていうのがあるのかと思うので、うん、やっぱりその辺もねよく考えて、やっぱりこう受け入れて、そういう人を受け入れてっていうことで、なんかね、奈良の方のね方が捜索がね2日間で、警察の方がですね捜索が2日間で終了したっていう噂も聞いてるので、あ、ちょっと悲しいなと思うんですけど、もうちょっと調べてあげれなかったのかなって、自らってね、あの失踪するのはちょっとないんじゃない、カードだよね、聞くカード、聞けない状況、 GPS のがちょっと、本来予定通りのところを行くはずだったところからずれてる感じがあるので、もしかしたらやっぱり道を、ま、間違えた可能性もあるので、うん、そういうところ、あの現地の人、やっぱりちょっと詳しい人ね、あの母国の方から人を寄せるだけではなくて、やっぱり現地のその道に詳しい人にちょっと力を借りた方がいいと思います。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。その、熊野古道ね、世界遺産のね、なんかになってるんですよね。で、まあ本当にこう、いいところなので、ぜひね、皆さん足を運んでいただきたいと思いますし、その状況が分かるような、動画も載せておきます。